最終コーナーを立ち上がったライダーたちの視線の先に第一コーナーは遠く霞んで見える。富士スピードウェイのメインストレートは全長約 1.6 キロ。これまで数々の激戦が繰り広げられてきた。シーズン中盤を迎えた全日本ロードレース第5戦は富士スピードウェイのハイスピードバトル。台風一過の公式予選日、富士スピードウェイは快晴に恵まれた。開幕戦欠場後の3連勝でランキングトップに立ったホンダ NSR 加藤大二郎は1分38秒797をマークし、今季3度目のポールポジションを獲得。予選 A 組では2番手のヤマハ YZR 中野真也までが1分38秒台をマークした。何も考えないで、そんな駆け引きしないで、まあ、去年も最初逃げようと思ってオーバーランしちゃったりしちゃったんで、まあ、今年はミスのないように最初から飛ばしていきたいと思います。多分こうある程度考えていても途中で崩れちゃうと思うんで、作戦はだから最後スリップ使って前に出れるように、できれば2番手ぐらいでうまく立ち上がってスリップ使って最後抜けるぐらいがいいかなって思ってますけど、そうですね、なんとも読めないですけどね、ここは、はい。続く A 組3番手は鈴木 RGV ガンマの加賀山幸男。今季2度の表彰台を獲得しているヤマハ TZ の松戸直樹は A 組4番手。前回鈴鹿で初の表彰台を獲得したホンダ RS の玉田誠は A 組5番手につけた。予選 B 組のトップはヤマハ YZR 羽賀健介。度重なる不運で速さを結果に結びつけられないレースが続いている。毎年毎年変な作戦を立てて僕は失敗をしているので、今年はイケイケでいきますから、チェッカー前にスリップに疲れて抜かれるとかそういうことを一切も考えずに、もうとりあえず最終ラップ最終コーナーをトップで出てきて、そのままチェッカーを受けてレース中に人より多くトップ走りたいし、そういう作戦でいこうかなと。続く B 組2番手は鈴木 RGV ガンマの亀谷長治。そろそろトップ争いに加わりたい。最初の4戦が全然トップグループにつけなかったんで、もう今回はついていって、最後には僕が勝てる状態で4戦分の優勝をこの富士で頑張って優勝したいですけど、頑張ります。羽賀と亀谷に次ぐ B 組3番手はホンダ RS を狩るプライベーター野田博樹。そしてチームエンデュランスは今回からニューマシン NER250 を投入。ホンダ RS の HRC キット付きのエンジン以外全てがオリジナルというこのマシン、これを狩る森金正明は B 組4番手につけた。明けて決勝日は今にも雨が降り出しそうな曇り空となった。フロントローはポールポジションの加藤以下、羽賀と中野のヤマハ勢、亀谷と加賀山の鈴木勢、計5台のワークスマシンが並ぶ。2列目以降は4台の列と5台の列が交互に並び、 NER の森金は2列目8番グリッドからスタートを切る。 GP250 決勝スタート、周回は17周。ショットを奪ったのは NSR の加藤、以下亀谷と加賀山の RGV ガンマ、羽賀と中野の YZR と続き、 NER の森金は5台のワークスマシンに次ぐ6番手につける。加藤、亀谷、加賀山、羽賀の4台は早くもトップグループを形成し、5位の中野以下を引き離していく。オープニングラップを終えた段階で後続にこんな5秒の差をつけた加藤は序盤から逃げの体勢。加藤の後方では3台が激しくポジションを奪い合う。鈴木勢をかわした羽賀は加藤の連勝を
阻むべく猛然とアタックを開始。トップ争いは NSR 加藤対バイゼット R 羽賀の一騎打ちとなる。6周目の1コーナーで羽賀がこのレースは初めてトップに浮上。ここまでの4戦、度重なる不運で勝利を逃してきた羽賀はここで加藤の連勝を阻み YZR での初優勝を狙いたい。そして今季絶好調の加藤は羽賀の真後ろでチャンスを伺う。ストレートでトップの座を奪い返した加藤は羽賀を引き離しにかかる。トップ2台のバトルの間に加山と亀谷の鈴木勢が再び接近。さらに序盤の遅れを挽回した中野もトップグループに肉薄する。中盤8周目、羽賀は最終コーナー手前でリアタイヤをスライドさせすぎ、この間に加藤との差は 1.2 秒とやや広がり、さらに羽賀はストレートで加賀山の先行を許し3位に後退。そしてトップグループに次々とアクシデントが発生する。9周目の A コーナーで4位の亀谷がスリップダウン、今季2度目の転倒リタイヤとなってしまう。11周目のストレートで羽賀の先行を許した加賀山はブレーキペダルと右ステップが脱落するというトラブルに見舞われ、一気に1分40秒台までペースダウン。そして2位の座を奪い返した羽賀をまたしても不運が襲う。羽賀の YZR に突然のエンジントラブルが発生。羽賀はなんとか1分39秒台で走行を続けるが、1分38秒台のハイペースで逃げる加藤との差は周回ごとに広がっていく。13周目に中野にも先行を許した加山は4位に後退。その10秒後方では原田と松戸のヤマハ TZ 勢と NER の森金が5位争いを展開する。レースも終盤に入るとトップの加藤は完全な独走態勢。2位羽賀の背後には加山をかわした中野が接近する。エンジントラブルを抱えた羽賀は1分39秒台、対して追い上げる中野は1分38秒台。その差は周回ごとに縮まり、ファイナルラップになると2台は完全なテールトゥーノーズとなる。そしてチェッカー、後続に8秒の差をつけた加藤はポールトゥーウィンで4連勝。2位争いは最後のストレートで中野が逆転。またも不運に見舞われた羽賀は悔しい3位となった。加山はトラブルを抱えながらの4位。5位争いは松戸原田の順。 NER の森金は7位となった。富士でちぎれたんですごい嬉しいです。抜かれてもペース落とさないで行こうと思って行けたんで良かったです。とりあえず最後まで諦めないで走って、まあとりあえず今日は、まあ、悔しいですけど、まあとりあえず結果としてはまあまだと思います。まあ全然追いつける状況でなかったっていう、まあ非常に悔しい結果がずっとここのところ続いてますけど、まあ自分の実力をもっともっとつけなきゃいけないのかなと。出場した全てのレースで勝利を飾っているホンダ NSR 加藤大二郎。加藤の連勝はどこまで続くのか。そして加藤の連勝を止めるのは果たして誰か。周回15周で争われた GP125 決勝はスタート直後の1コーナーで6台のマシンがクラッシュする波乱の幕開けとなった。
レースは10台以上のマシンがトップグループを形成、周回ごとコーナーごとに激しくポジションを入れ替える富士スピードウェイならではの大激戦となる。中条秀幸は第2戦菅生の優勝以来不振が続いていた。今回ポールポジションから好スタートを決めた中条は久しぶりにトップ争いを展開するが、10周目の1コーナー立ち上がりでハイサイド転倒。ほぼ同時にチームメイトの22番岡田純一も1コーナーで転倒を喫し、ジャハレーシングの2台は揃ってトップ争いから脱落してしまう。一方14台からなるトップグループは集団のままファイナルラップに突入。10番菊池、46番与田、4番小沢、17番秋田の順で最終コーナーを立ち上がる。ストレートで前に出た小沢と秋田はサイドバイサイドのままコントロールラインへ。1000分の2秒の僅差で秋田を抑えた小沢は今シーズン初優勝を2年連続で富士のウィナーとなる。惜しくも2位となった秋田は第3戦筑波の優勝以来3戦連続の表彰台。土壇場で3位に浮上した大崎は今季2度目の表彰台を獲得した。まあどっちが前でもおかしくないなっていう感じでした。今回まだちょっとニューエンジンってことで、結構昨日の予選ぐらいからセッティングも決まってきて、決勝でもまあ一番走ってたんじゃないかなって思ってます。今季初優勝を挙げた小沢はランキング5位に浮上、トップの秋田と2位菊池のポイント差はやや広がった。